中津入口交差点伊勢大橋は、三重県桑名市の長良川、伊比川に架かる国道1号の橋である。長良川と伊比川の交流区域に位置し、千本松原の南端をまたぐ。千本松原の上を走る県道が橋に直接接続しており、橋の中ほどに定時路交差点がある。なお、中津入口交差点及び、 西爪交差点においては7時19時の間、長島町方面からの下り車両は右折禁止である。伊勢大橋の開通前、三重県営の都線が運行されていたが、重量物の運搬ができず、天候にも左右されたため、国庫の補助を得て建設された。1930年9月に寄港し、まず枕が下部を建設。 続いて、大阪鉄工所が上部を日本工業と大日本アスファルト工業が橋面舗装を行い、1939年5月に竣工した。当時は東洋一であった。太平洋戦争時、交通重要地点としてアメリカ軍の攻撃目標となっており、現在も数箇所に機重装車の弾痕が見られる。爆撃も受けているが、 爆弾は外れたという。橋の竣工を記念し花火大会が催され、桑名水橋花火大会として現在まで続いている。老朽化のため、掛け替え事業が予定されており、2015年9月19日に、桑名市役所長島町総合支所で着工式が挙行された。計画ではまずに車線の新橋を建設し、急遽を撤去、その後に車線を追加して、 計4車線の橋を建設する予定である。新橋は1012メートルで総事業費490億円、5年での完成を目標としている。この事業には、伊勢大橋周辺の桑名市東部の国道1号を4、車線に拡幅する工事も含まれている。長良川大橋、いびながら川水管橋、いびながら川橋比、いびながら川橋両いび。 長良川橋梁伊勢大橋長良川川口関、いびながら大橋いび川橋油島大橋、いびながら川水管橋いびながら川橋いび、長良川橋梁ょういび、川橋り伊,伊勢大橋いびながら大橋、いびが橋。ありがとうございます。